はいどうも、獣医師のおぶきです。今回のお題はこちら、はい、どんと猫ひっかき病についてというね、まあもうタイトル通りこの猫ひっかき病っていう病気についてお話ししたいなというふうに思います。まあ難虫病気かっていうとですね、猫にギャッて引っかかれたりね、あとは噛まれたりすると、まあ人がね感染してしまって、でまあその傷の近くのリンパ節が腫れちゃったりとか、まあ熱出たり痛かったり頭痛くなったり寒気したりとかね、まあなんだろう、こうぬめっとした症状ですけど、そういうような事態になってしまう、猫からもらっちゃうことがある病気ですね。原因はね、あの菌なんですよ。ウイルスとかじゃなくて、まあ細菌ですね。なのでまあなかなか、まあ厄介っちゃ厄介ですよね。うん。でまあどんな風にしてね、自然界にいるかっていうと、まあのみりとかね、が結構こう猫の間で、暗躍してるというかね、媒介してたりするんですけど、外でねその、猫ひっかき病の原因となる菌を持っているこう猫から血を吸ったのみがまたピョンってね移って、他の猫に移したりとか、あるいは猫同士でねこう喧嘩したりとかでね、それでまあ猫の間で、広まって、でただその菌、猫ひっかき病の菌が原因でこう猫になんかどうこうする、猫が体調悪くなるっていう、まあ、症状はまあほとんどなくてですね、猫自体は特に何のあれもないんですけど、まあそういった猫がね、こう人間の方にこうギャッてやったりとか、すると、人の方が発症する、感染して発症するっていうような病気ですね。まあ、のみをね、しっかり予防するっていう、十分な理由になりますし、かかんないでいいんであれば、かかってほしくないし、かかりたくもない病気なんでね、猫を飼っている方で、まあ、もし、あ、知らんかったなっていう方がいらっしゃったらですね、ああ、そんな病気あるんだねと。猫ひっかき病っていう病気ですね。でまあ、のみとかがこう猫の間でね、こういろいろ暗躍しているようなものになって、原因はね菌なんです。うん、なので、猫を飼ってる方はね、まあ、猫を外に出さない、なんかこう不特定多数の猫同士でね接触しないようにしたい、あとはのみの予防をしっかりしてというようなところでケアができればいいのかなっていうふうに思います。まあ、動物医療のところ現場にいるとですね、猫に引っかかれたとか噛まれたとか、まあ、しょっちゅうなんですよ。で、まあ、猫に特にね噛まれるともうすんごい腫れるんですよね。指とか2倍なんじゃねえかぐらいすぐ腫れるんで、まあ、これがいちいちじゃあ猫ひっかき病なのかどうかって言われると、まあ多分全然また違くて、もういろんなもう雑多な菌とかがいっぱいねガツンと多分感染して、もうほんと広いんですよ。もう痛い、もうやだ、噛まれたくないんで、まあ動物医療の現場にいると、まあもう猫ひっかき病だからってわけじゃなくね、防御はしっかりしてますんで、ね、飼ってる方、一般の飼い主さんもですね、そういったところはしっかり意識してもらった方がいいかなというふうに思います。はい。まあ、むやみやたらに怖がるっていうよりはこんなこともあるのねっていう、普通に公衆衛生的な知識として持っててもらって、で、まあ、飲み予防ね、やってもらえればいいかなというふうに思います。はい。で、まあ、ちょっと早いですけど、まあ、今週じゃねえわ動画後半の毎度おなじみのね個人的なお話ですけど、まあ、ゴールデンウィークが終わったんですかね。一応今日7日なんですけど、まあ、6、7ともし休んでる方いらっしゃったら8、9と休みにつなげて大型、超大型になるのかなと思うんですけど、とりあえずまあでもゴールデンウィークは一旦終わって、まあきつかったですね。個人的に、本当に個人的ですけどね、夜間救急動物病院で働いているんで、まあ特に休みはなくね、ゴールデンウィークも働いていたんですけど、一般のね日中やってる動物病院さんって結構休みなんですよね、ゴールデンウィークも、あるいは午前中だけとか、なので普通にね普段こうだったら日中行けたのにっていうような方が結構こう大量にね夜間に押し寄せて、まあ体調不良の子もいれば軽症の子もいますけれども、まあそんな感じでね患者の数が増えたんで、まあちょっとキリキリ前でしたけど、まあなんとか、一応時は過ぎ、ゴールデンウィーク終わってくれたんでね、でまあ本当はだったらね大型連休の前にこのチャンネルでお話ししとくべき内容なんですけど、まあゴールデンウィークね、今回のゴールデンウィークもまた大変だったなというところで、まあ飼い主さんの、方々にね、一つ意識してもらいたいのは、かかりつけの動物病院がねお休みだった時どうするか、どこの病院に行くかっていうのはやっぱりあらかじめ決めておいた方がいいですね。どの地域でもゴールデンウィーク動物病院が全部休みっていうわけではないんですよ。やってる病院は必ずありますので、
休みだったらここしかないのね、じゃあもし体調悪かったら迷わずここ行こうっていうのところで決めておくと、いざね、何も調べずに例えばね、かかりつけの病院さん休みだって日中になった時に慌てることないですよね。で、ああもう夜の夜間しかないから夜まで待たなきゃともならないし、夜まで待っちゃうとかなり状況悪化することって結構多いんですよ。例えば猫さん、オスの猫で言うと尿道閉塞ですね、おしっこが出ないっていう状況、本当にゴールデンウィーク多かったですね。でしかも朝気づくんですね。朝気づいてそのまま普通だったら動物病院に行けるはずが、かかりつけの病院さんお休みだから夜まで粘っちゃって、もうかなりきつい状況になってしまっている猫さんがゴールデンウィークだけでも本当に片手じゃ数えられないぐらいの、ね、患者さんが、同じ尿道閉塞でね来院されてたんで、もう連休とか、まあ、これからでいうとお盆とかありますよね、そういう大型連休とかになる前に必ずかかりつけの病院さんの、やってるかやってないかで、やってないんであればそれでもやってる病院っていうのはありますので、もうかかりつけの病院じゃなくても別にいいんですよ。日本の法律上ね、かかりつけしか行っちゃダメなんていうことはないので、何個かね病院はストック取っといた方が絶対いいです。はい、じゃないと例えばね夜間救急ならやってるから夜行こうと思って、もちろんね夜気づいたら夜行くべきなんですけど、例えば朝気づいたとかになってくると夜まで待っちゃうとかなりきついことになること、本当に怖い話しちゃうと最悪夜までね待たずに命を落としちゃうことだってありますので、そこはね強くお話ししたいなと。まあ、動画後半のね個人的なお話で言うのもなんですけど、ラジオでもね前回お話ししたんですけど、かかりつけの病院は別に1個じゃなくていいんですよと。そういった休みの時、かかりつけで最初に行ってた病院が休みの時に行く病院とか、いろいろ使い分けて全然構わないんでね、そこはねしっかり、今度多分大きなお休みで、お盆って休みなのかちょっとよく分かんないですけど、お盆ってなんかどうなんだろう、分かんないですけど、もし休みになるようであれば、そこはねしっかりまたチェックして、今回のゴールデンウィークはねそういう怖いこともあったんだなっていうのをね、このチャンネル見ていただいている方にはお伝えしたいことなんでね、ぜひ、備えてもらえればいいかなというふうに思うわけであります。はい、うん、でそう、昨日6日かな、5月6日 FM 熊谷で、ラジオでまたお話ししてきましてね、ありがとうございました、聞いていただいた方ね、うん、なかなかマダニの話をさせてもらったんですけど、結局ムカデの話したりとか、あとは鶏にいるね、ワクモとか鳥刺しダニとかね、なんかいろんなところまで話が飛びましたけど、まあそういうねいろんな動物につくいろんな外部寄生虫っているんですよっていうのをお話をしました。次回はね、6月の3日になるのかな、ちょっと定かじゃないですけど、6月の第1木曜日になるんで、そろそろねもう暑くなってくるんで、熱中症についてね、まあ毎年やってますけど、熱中症について6月のラジオでお話ししようかなというふうに思っております。はい、そんなこんなで、今回の動画でお話ししたかったことは、一つは猫ひっかき病っていうね、猫の実が、悪さする病気があるんで、猫飼ってる飼い主さん注意しましょうねっていう話と、あとはゴールデンウィークとかお盆とか、あとは年末年始とかね、大型連休に差し掛かるとどうしても動物病院休みに入るところも多いので、そんな中でもやってる病院さんっていうのは絶対地域にあるんでね、そういったところはしっかりチェックしておいて、朝方体調悪くなったら、日中病院行きましょうねと、あんまり夜まで引っ張るといいことないですよっていうようなことが、個人的なお話の方でしましたけど、意外と大事なお話でした。はい、まあ、こんな感じでね、毎週 1,2 回ですね、今週はねちょっとゴールデンウィークあったんで前半の動画できてないですけど、まあなるべく前半後半とね1回ずつ週2回ワンちゃんと猫さんの主に医療に関する情報を、提供しているチャンネルになりますので、もしよければですね、チャンネル登録をしていただいた上で次回以降の動画もチェックしていただければなというふうに思うわけであります。はい、そんなこんなで今回の動画はこれで以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。私は元気です。はい、じゃあさよなら、バイバイ。